です。よろしくお願いします。座右の銘は努力は裏切らないです。栗原かなです。よろしくお願いします。間違えた、言うの言うない、はい、かなです。よろしくお願いします。座右の銘はへ座右の銘は平和主義です。北海道の札幌市出身です。福岡です。好きなラーメンは一蘭。福岡では一蘭は行ってないんですけど、うどん屋さんよく行ってます。うん、なんか刺身とかも美味しいです。はい、兄が一人います。あんまり喋んないですね。でも兄もギターやってるので、そういう音楽のつながりはあります。妹がいます。あ、ちなみに北野です。食べ物が、北海道名物のマルセイバターサンドが大好きなんですよ。実家からめっちゃ送られてくるから、もうめっちゃ喜ぶっていう。あれでも美味しいですよね。めっちゃ美味しいです、うん、で1回の、こっち来た時はなんか2ヶ月に1回ぐらいのペースで、もうマルセイバターサンドが送られてくる。でもあれ日持ちしないから食べるの。確かに冷蔵庫入れて冷やして。好きな食べ物は魚のうなぎです。うなぎが大好きです。いっぱいあります。まずゴキブリがいること、梅雨があること。初めて今年梅雨体験してるんですけど、うん、まだ大丈夫なんですけど、ジメジメしてるし雨だし、なんか得体の知れない虫がいっぱいいることです。ゴキブリとかまず出ない。驚いたこと、なんか人の数、なんかすごい、なんでこんなところになんかこれだけ集まれるんだろうってなんか思うことが多かったかな。あの電車でなんかこうすごい広いのに、わざわざあのなんか前の人がこうなんかめっちゃこう高速でなんか当たり屋なんか当たってきたりとかして、でなんかすいませんって言おうとしたら、なんか言わずに、なんかこう相手も言わずにこうスーッて行かれたこと。ハマっていること、大食いの YouTube を見る、で食べた気になるっていう。ハマってることは、なんだろうな。あ、でもなんかいつもコロナにあのなってない時はなんか普通に歩いてる時がなんか3万歩とか行ってたから、なんかあ3万歩行かないとと思って、なんか家の周りをなんかウォーキングで10キロとか、なんかあの10キロ行くまでずっと歩いてます。歩くとか走ったりとか歩いたりとかして、なんか達成したのを喜んでます。いっぱいあるんですけど、人とのつながりが広がったですね。ドラムを始めてないと、ずっと北海道にいたので、うん、でドラムにのめり込んでこっちに来ちゃったので、うん、もうそこからの人とのつながりもすごくて、うん、もう毎日刺激を受けてる感じですね。尊敬する人は白川さんです。白川さんはすごい優しくて、なんか誰にでもなんていうか、あの同じ対応でなんか優しいっていう人です。優しいです。もう休日はスタジオにこもってます。ドラム練習です。休日は私はなんていうか痩せたいなっていう気持ちが大きいので、なんかヨガ行ったりとか、まあ、今日も行ったんですけどヨガ行ったりとか、なんか走ったりとか、あ、なんか料理作ったりとかしてます。コロナになってから作り始めたんですけど、なんかお肉大好きだからお肉焼いたりとか、なんかお菓子作ったりとか。自分が北海道出身なのでずっと道民だと思ってたんですよ。そしたらこの間ふと気づいたのが県民だったこと。自分が引っ越してきて住所変更するじゃないですか。で、それで自分が県民だったことに驚いた。最近びっくりしたことですか。
なんかいっぱいあるんですけど、言われるとなんかなくてなんかすいません、ちょっと滑舌が。ひたすらもう勉強して追い込んで頑張ります。あ、もっとなんかドラムに時間使わなくちゃって思えるようになってるのを信じて、なんかこう動画ごとになんかどんどん上手くなっていけてるのを信じたいなって思いつつ頑張りたいです。ありがとうございました。10万円だったらスネアを買おうかな。本当にすごい、私もそう言いたいです。私がもし10万円あったら、服